2015年まで営業していた、駅舎伏線区間の片方のみ存在する、ホーム写真屋が、水戸方面快楽園駅は、茨城県水戸市常磐町一丁目にある、東日本旅客鉄道常磐線の駅である。快楽園の梅祭りの時期に合わせて営業する、臨時駅である。営業時間中の下り列車のみ停車する。普通列車の他特急列車。 日立、時はも停車し、臨時の快速列車や、急行列車も停車するものがある。2012年まで、IC 乗車カードは当駅では利用できなかったが、2013年2月20日から、簡易水化改札機が設置された。下り線の脇に、コンクリートのホームを添えただけの構造を有する、単式ホーム一面一線の地上駅。当駅は、伏線区間にあるが、 上り線ホームは設置されていないため、上り列車は通過する。駅の管理は、水戸駅が行っている。小山、上野方面へ向かう場合は、一旦下り列車に乗車して、水戸駅で折り返さなければならず、また、水戸、高萩、岩木方面から当駅へ来るときは、赤塚駅まで乗車してから折り返さなければならない。 開設時期中に限りホーム上に出札小屋があり、水戸駅から派遣された駅員が改善型車内補充券端末で緑色券を発行している。開設時期以外は出札小屋も撤去されているため何もないホームにただ一つ階段及びスロープが設置されているのみとなる。ホームは11両編成までに対応している。2015年以降、当駅を通る。 定期列車は最大10両編成のため、ドアカットは行われていない。かつては、フレッシュ日立で e 6 5 3系の14両編成で、運転される特別急行列車があったため、その場合には、後方車両3両をドアカットしていた。水戸市内では主に、関東鉄道と茨城交通の路線バスが運行されているが、快楽園では停留所が関東鉄道。 茨城交通で分かれている。柿以外にも、駅から徒歩5分ほどのところにある、快楽園入り口、常磐神社入り口バス停より、両社のバスが運行されており、県庁バスターミナルなどへ行くことが可能である。駅前にある。駅からは、常磐神社、快楽園、東門方面への石段を登る必要がある。当駅には営業機能が設定されていないため、当駅での乗降における。 運賃計算には、赤塚園の駅から東駅まで乗車する場合、初駅から水戸駅までの営業キロ、運賃計算キロに基づく運賃が必要となる。また、東駅から水戸園の駅まで乗車する場合、赤塚駅から着駅までの営業キロ、運賃計算キロに基づく運賃が必要となる。一方、上記の運賃計算方法に関わらず、途中下車の認められた、 乗車券で当駅での途中下車は可能である。ただし、現在は途中下車が認められない、東京近郊区間が拡大し、常磐線の上の波間、水戸線全線、水軍線の水戸、日立大後、日立大田間が対象に含まれるため、これらの駅間の切符では原則途中下車は不可。2013年より、 使用可能になったスイカなどの IC 乗車カードにも途中下車の取り扱いはない。なお、上の方面からの下り列車に、水戸駅までの切符で乗車した場合に限り、快楽園駅で生産済み券を受け取ることで、再度快楽園駅から、水戸駅まで乗車可能である。ありがとうございます。